日本も韓国もそれぞれ大賞を収めたワールドカップ2次予選ですが、実はその韓国も崖っぷちって本当？2次予選突破は確定だがその先だよな。これには日本も無関係ではいられない。今回はその件と中国、北朝鮮についてもやっていくのでぜひ、最後まで付き合っていってくれよな。こんな感じでサッカー界の気になる話題を取り上げているのでぜひ、チャンネル登録して他の動画も見ていってね。ではまず韓国の反応からいこう。主要な欧州組も招集したが森保 J のミャンマー戦干渉を韓国メディアも続々と報道。北朝鮮の結果にも注目。南北対決が実現する可能性がある。日本代表がアウェーでミャンマー代表に5-0の大勝を収めたニュースは、韓国でも報じられている。日本サッカー、ミャンマーを5-0大破ワールドカップ2次予選5連勝通信社ニューシス。小川航基、中村敬斗揃って複数得点。日本、ミャンマーに5-0完勝5連勝サッカー専門誌フォーフォーブーコリア。日本もミャンマー相手に5-0大勝グループ5戦全勝、1位確定サッカー専門メディアフットバリスタ。まあ、相手とのレベルの差が大きい試合ではありましたが、新しいシステムもテストできて久しぶりの招集になった小川航基も結果を残せたし有意義な試合になりましたね。だな。格下の相手との試合には意味がないなんて意見もあるが、こういったやりたい放題やれる相手との試合にも意味はある。強いチームと試合するばかりが強化ではないということだな。そんな中、イルガンスポーツは日本は今回の代表チームに遠藤航、南野拓実、久保建英など主要な欧州組も招集したが、彼らは試合に出場しなかった。と一部主力を温存した森保一監督の采配に言及している。また、スポーツメディア応戦は後半も積極的な選手交代でテストを続け、3ゴールを追加して大勝を収めたと選手起用に触れた上で、小川は75分にヘディングで得点し、83分には2点目を記録した。アディショナルタイムには中村が見事なミドルシュートを炸裂させて、彼もやはり複数得点に成功したと、後半の戦いぶりを報じた。他では1位確定でも慈悲なし日本も大量得点と伝えた MK スポーツが、安定した守備力で、5試合全てで無失点を記録している。2次予選9組のうち、無失点を継続しているチームは日本とオーストラリアのみだと守備陣を称賛していた。そういえばここまで無失点できていますね。ミャンマーには2戦連続5-0、北朝鮮はホームで1-0、アウェイは中止。シリアとは1戦目を中立地で5-0。こうしてみると北朝鮮とのアウェイ戦が中止になった影響が大きいな。良くも悪くもだが、当初は平壌開催でしたからね。予定通り行われていたら違った結果になったかもしれません。それでも日本の首位は変わらないとは思いますが、北朝鮮については韓国メディアも報道しているようだ。続きを見ていこう。一方で、日本と同組に入った北朝鮮代表の結果を報じる韓国メディアも多く見られた。北朝鮮は同日、中立地ラオスでシリア代表と対戦し、後半アディショナルタイムの結果起点で1-0と勝利。2次予選突破に望みを繋いだこともあり、最終予選進出の火種を生かした通信社連合ニュース。底力の北朝鮮、劇的決勝ゴールで最終予選進出に望み一般紙ハンヨレ新聞。北朝鮮、中立試合で1-0新勝2を猛追撃応戦などと各社報じた。特に、ネットメディア X スポーツニュースは、南北対決が実現するのか最終予選で激突する可能性があると見出しを打ち、最終予選で韓国と北朝鮮が同組に入る可能性を提起。次のステージでは3チームずつ6つのポットに分かれ、3グループに振り分けられる。北朝鮮が最終予選進出を確定させれば、両チームが対戦する確率は3分の1だ。決して低い確率ではないと伝えた。なんだかモヤモヤするわね。あれだけ他国に迷惑かけておいて最終予選にまで出てこようとしているの？なんだって日本の周りはこんな国しかいないんだろうな。また、もし南北が同組になれば、2019年10月15日にキム・イルソン競技場で行われたカタールワールドカップアジア2次予選以来、5年ぶりの対戦となる見通しだとした上で、当時はテレビ中継がなく、写真や映像も多く残されていない。その後、北朝鮮が新型コロナウイルス感染症を理由に2次予選の残り日程を放棄したことで、該当試合は没収試合となり、韓国の3-0の勝利扱いとなったと、前回対戦を振り返っていた。最終予選では日本と同組に振り分けられることはないだろうからどうでもいいが、もし出てきたらまた一悶着ありそうだよな。今度はどこの国が被害に遭うことになるのか。追加制裁とかの話はなくなったんですかね？あれだけ迷惑行為しておいてたった167万円でしたっけ？罰金払って終わりで本当にいいんでしょうか？スポーツの世界に政治を持ち込まないというのは原則としてあるわけだが、次のワールドカップは北中米大会だぜ。最終予選を突破したとして北朝鮮選手団はアメリカに入れるのか？このまま行くと北朝鮮が最終予選に進む可能性が非常に高いですからね。最終戦はミャンマーを全力で応援しましょう。なお、韓国代表も日本対ミャンマー戦の同日に、アウェイでシンガポール代表と対戦。3月に続き、再び監督が確定せず、現役時代にヴィッセル神戸で活躍したキム・ドフン氏が暫定的に指揮を取る体制での一戦だったが、ソン・フンミンとイガン・インがそれぞれ2点ずつ決めるなど、こちらも7-0で快勝を収めた。この試合では途中出場のオセフンをはじめ、A 代表に初招集された7人のうち4人が A 代表デビュー。
2003年生まれのペジュノアデビュー戦でいきなり代表初ゴールを決めるなど、新戦力の活躍も見られたことに、スポーツ紙スポーツソウルはキム・ドフン号は対象に加え、実験も成功したと報じていた。こいつらいつも船乗ってんな。いつも船を乗り換えなきゃいけないから大変だよな。クル11日の最終節では、日本がシリア、韓国が中国といずれもホームで対戦する。日韓ともに、すでに最終予選進出を決めており、消化試合として戦う2次予選ラストゲームで、両国の指揮官がどのような采配を振るうかにも注目したいところだ。代表の試合に消化試合なんてないのよ。出場する選手はポジションを確保するために必死でやるし、森保号にとって最終予選という大海原に漕ぎ出すための大事な準備の場なの。森保号とか韓国メディアみたいな言い方はやめなさい。暫定監督とはいえ順調な船出となったキム・ドフン号だが韓国メディアはいつもの調子で伝えている。脱アジア級選手たちのワンマンショーだ。7発完勝の韓国、2得点のダブルエースを母国メディアが絶賛。信じられないゴールワールドクラスだ。韓国メディアマイデイリーは最初から最後まで試合を圧倒した。脱アジア級選手たちのワンマンショーだと完勝した母国の代表チームに大満足。イガンインの先制弾については相手ディフェンダーは何もできなかった。解説陣も信じられないゴール、ゲームでも難しいと感嘆したと伝えた。また、ソン・フンミンの得点に関してもワールドクラスだ。ディフェンダーを完全に置き去りにして放ったシュートは、ゴールの右隅を打ち抜いた。これもまた素晴らしいゴールだったと絶賛している。まあ、いつもの流れね。未だに正式な監督も決められずこの2次予選でもホームでタイと引き分け。相当な危機感を持たなきゃいけないはずなのに、アジアカップや U23 だって大変なことになったのに全て忘れて脱アジア級だのワールドクラスだのと大騒ぎだからな。これで大丈夫なのか？最終予選。はしゃぎすぎて次でやらかさなきゃいいけど、さすがに中国相手にやらかしはしないと思うけどさ、引き分けでもまずい状況なのよね。最終予選の組み分けの元になるFIFAランキングでオーストラリアにすぐ背後に迫られてるからな。中国戦でやらかしてアジア4位に転落すれば最終予選で日本と同組もあり得る。いろんな意味で避けたいわ。まさか中国相手にやらかさないとは思うが、それを裏切ってくるのが韓国だからな。しかし中国も相当崖っぷちに追い込まれてる。何が起きてもおかしくはなさそうだ。せっかくアジアの出場枠が拡大したのに予選敗退では情けない。中国には意地を見せてほしいけど、そうすると韓国と同組の可能性が。何よこのジレンマ。サッカー中国代表が12年ぶりワールドカップ2次予選敗退。危機ファン怒り浸透。この程度の実力で恥ずかしい。中国のサッカーファンが、同国代表の不甲斐ない戦いぶりに怒り浸透だ。韓国、タイ、シンガポールと同じ北中米ワールドカップアジア2次予選 C 組の中国は、最終予選進出圏内の同組2位につけている。しかし、ホーム開催となった6日の2次予選対戦に1-1で引き分けてしまい、最終予選進出確定は、2次予選最後のアウェイ韓国戦11日に持ち越しとなってしまった。このホームでの対戦を落としたのは非常に痛いですね。まさに運命の分かれ道だったな。勝てば突破が決まる試合を落としてしまって一気に状況が悪くなってる。中国は韓国戦に敗れ、タイがシンガポールに勝利すると、12年ぶりとなる2次予選敗退の可能性がある。相手関係的に、タイの逆転突破の可能性も十分とも言える状況だけに、韓国メディアスポーツキョンヒャンによると、中国のファンがネット上に、この程度の実力で恥ずかしい、なぜ2次予選で脱落を心配しなければならないのか、一体私たちのサッカーはなぜ発展しないのかなどと怒りをぶちまけているという、2026年ワールドカップのアジア枠は 8.5? にもかかわらず最終予選進出すら逃してしまうようなことがあれば、さらなる中国サッカーの衰退を招いてしまいそうだ。しかしまあ、中国サッカーは急激に弱くなりましたよね。昔は日本も簡単には勝てなかったと思いますが、日本のレベルアップとは関係なく弱体化がすごいです。人口だけはたくさんいるわけなんだが、それだけではどうにもならないということだな。国民性の問題なのか中国は個人スポーツは強いが団体競技はさっぱりだ。卓球は世界一なんでしょうけど他はイメージがないですね。特に団体球技みたいなみんなで協力して頑張る系が極端に弱いような。せっかく人口がたくさんいるのにもったいない話だよな。サッカー日本を得点対象の裏で中国は絶体絶命 ICU に横たわっていると母国メディア辛辣。サッカーの北中米ワールドカップアジア2次予選第5節が6日に行われ、B 組の日本代表は敵地でミャンマーに5-0で大勝した。一方、C 組の中国は勝てば最終予選進出が決まるホームの戦いで、タイと1-1で引き分け。痛恨のドローで2次予選敗退の危機が迫ったことで、母国メディアは生きてはいるが、ICU に横たわっている状況だといった辛辣な論調で報じている。中国っていつも自分に辛辣なんだよなぁ、ド M なん。すでに最終予選進出を決めている韓国がこの日もシンガポールに勝って勝ち点13で首位。
中国は2勝2分け1敗の同8で2位を守り、タイは1勝2分け2敗の同5で3位、同1のシンガポールが4位と続いている。2次予選は9組に分かれており、各組上位2チームが最終予選に進出。最終予選は18チームが6チームずつ3組に分かれて戦い、各組上位2チームがワールドカップ出場権を得る。これ一見すると、中国が2位でタイが3位だから中国有利に見えるけど、実際は違うのよね。次の相手がな。中国は韓国、タイはシンガポールだ。中国としては引き分けでも勝ち抜ける状況だが、実際は厳しいよな。中国メディア分は違法はタイと引き分けて残る道は一つだけ、なんとか命をつなぎ、ICU に横たわる男子サッカー中国代表と刺激的な見出しで記事を掲載。本文では、試合結果と C 組の勝ち点に触れた上でリードしているかに見える情勢だが、中国代表の置かれた状況は極めて危ういと危機感あらわ。最終戦は中国がアウェーで韓国に挑む一方で、タイはホームで実力が最も弱いシンガポールを迎え撃つ。つまり、中国代表が自分の力で18強に進むためには韓国との試合でポイントを獲得する必要がある。中国代表はいわば、生きてはいるが、ICU に横たわっている状況だと悲痛に記している。ICU って、もう積んでますやん。実際、韓国はFIFAランキングの関係で絶対にやらかすわけにはいかない。手加減なしで全力で来ることが予想されますね。タイもシンガポールが相手なら大量得点で勝ってもおかしくない。正月に日本とやったけどいいチームだった。実はかなりヤバい状況に置かれてるのが中国なんだよな。ICU で横たわってるっていうのもあながち間違いではない。ここで敗退する可能性が相当高くなってますな。また鴻海新聞はホームでの生死を分ける戦いに、いちいちでタイと引き分け。事前の韓国に命がけで臨むしかないとの見出しで、瀬戸際に追い込まれた代表チームを論評。最終戦は中国代表にとって背水の陣となり、18強進出の主導権を失う可能性が非常に高いと悲観的だ。さらに18強に進出できなければ、中国は2年を残して次のワールドカップ出場の道を断たれるわけだが、さらに大きな問題は、中国代表は2027年まで正式な試合がなくなり、数年間はアジアの強いチームと対戦し、実力を高める機会がなくなることだと強化の機会が減ることへの不安を示している。そうか。日本はいつも最終予選まで行ってるから気づかなかったけど、二次予選で敗退した国ってその後、ワールドカップ終わるまでほったらかしにされてしまうのね。その辺も最終予選常連国との格差が開いていく要因かもしれないよな。国際大会が開かれないから親善試合をやるしかないんだが、ワールドカップ予選がある強豪国は相手にしてくれない。中国とやるメリットってほとんどないもんね。少林サッカーで怪我させられてもたまらんし、今の中国じゃ全く手応えがないしで全然強化にならない。そんな崖っぷちの中国に対して韓国がやはりというか、またしてもというか、いつものごとく上から目線で報じている。絶望の中国サッカーだと韓国メディアがバッサリ。最終予選進出すら不透明な状況。タイが大勝すれば3位以下に落ちる可能性がある。また場外乱闘始める気ですか？仲がよろしいようで。韓国メディア MK スポーツが、中国代表の現状を厳しく批評している。グループの上位2カ国が最終予選に進出する中、MK スポーツは冒頭から絶望の中国サッカーだとバッサリ。アジア大陸の出場権が 4.5 から 8.5 と大幅に増えたにもかかわらず、中国の最終予選進出すら不透明な状況だと伝える。現状で中国はタイより優位に立つが、最終節で順位が入れ替わる可能性もある。さっきもやったけど、実際は絶望的なのは中国。中国が2次予選を突破するにはある程度の韓国の協力も必要だからな。まともにやられたら希望すら残らん。タイが追い上げてきた。最終節で中国が韓国との試合を残す一方、タイはグループ C 最弱のシンガポールとの試合を控えている。もし中国が韓国に敗れ、タイがシンガポールに勝った場合、勝ち点8で一緒になり、得失点差で勝負しなければならない状況になる。現在、中国は得失点差でプラス1、タイのマイナス2に勝っている。しかし、中国が韓国に大敗し、タイが大勝すれば、得失点差で逆転され3位以下に落ちる可能性がある。ほぼこの未来しか見えませんが、可能性は相当薄いですよね。そこで必要になるのが韓国のやらかしだな。普通にやったら大敗して当然だ。中国は韓国のやらかしを祈りつつ全力でぶつかるしかない。こうした状況を中国のファンサポーターも嘆いている。MK スポーツによれば、SNS 上では、中国サッカーはアジア三流にも満たない四流だ。歩いて大陸に戻れ、14億人口を恥ずかしくさせた代表チームは解散せよ。韓国に恥をかかされるのは目に見えているといった声が上がっているという。11日に韓国のソウルワールドカップスタジアムに乗り込む中国は、敵地で意地を見せられるか。同日にタイはホームでシンガポールを迎え撃つ。最終戦、韓国対中国の試合も面白いことになりそうな予感ですね。まあ、日本に関係ないところでやってもらう分には一向に構わない。ただ、日本を巻き込まずに勝手にやっててもらいたいもんだな。ですね。でもまたこの報道のせいで騒がしくなりそうな予感はしますが、ということで韓国、中国それぞれの状況を見てきたが、まあ、日本はこうならんようにしっかり未来を見据えてやっていきたいな。ですね。
まずは次のシリア戦でやるべきことをやる。そして9月の最終予選をいい状態で迎えましょう。そんなところで今回の動画は終わりにしようかな。みんなは今回の件、どう思っただろうか？コメ欄で意見を聞かせてくれたら嬉しいぜ。動画が良かったら高評価、つまらなかったら低評価、どっちでも押してくれたら励みになるよ。こんな感じのサッカーの話題をやっているので、ぜひチャンネル登録して他の動画も見ていってくれよな。それではまた別の動画で、頑張れ日本。